皆さんごきげんよう、タッタです。シェフです。はい、本日はコナの買い出しからということで、もうすでにコウさんにお邪魔してます。今日もよろしくお願いします。今日は小麦粉のスペシャリストさんがいるお店に行くんですよね。いや、いっぱいあるんですか、小麦粉が。うん、いっぱいある、発注してくれる。あ、じゃあ今日はそこで動画も撮れますかね。あ、撮ってくれてます。あ、撮ってないわ。あ、撮ってくれてます。じゃあ電話してみよう。はい、お願いします。いい、そうだそうだ。ごめん。ごめんなさい。恥ずかしいみたいね。あ、そうなんです。わかんないけど。ちなみにそこにあった粉っていうのは、私その小麦粉に種類があるのは知らなかったんですけど。あ、はいはいはい。なんか違いがあったんですか。あるある。ね、強力粉と薄力粉ってわかる、はい、小麦粉の種類になるんですか。うん、そうそう、大きくわかんないね。すいません。ピザにはどっちを使うんですか。ピザにはね、はい、どっちだろうな、半々のシェフもいれば、偏るシェフもいれば、まあいろいろ。どっちでもできるってことなんですね。そうね、作ることも簡単に言うとそうね。表面がパリッとなって、中がふわってした感じって言えばいいかな。はい、生地の配合にも結構関わってくるってことなんですか。そうね、小麦の配合によって、うん、かなり変わる。水分保有量だったり、小麦の硬さとかっていう表現するんだけど、厳密にはタンパク質の保有量、よく言うじゃん、グルテンとか、うん、はい、あれね、はい、タンパク質保有量が高いほどパンとか、はい、クイと、うん、クッキーとかさ、うん、お菓子とか、うん、ああいう風なやつ、はい、それが薄力粉で、これたちが小麦粉を見るときはグルテン保有量っていう、タンパク質保有量、成分表を見て、はい、これだけじゃちょっとあれだな、うん、これだけじゃちょっと物足りない、うん、想像して、はい、配合してみて。じゃあそれを今から買いに行くわけですね。ちょっと取れないけど、ね、じゃあ皆さんちゃんと買い出し行きましたよっていうのを。ああ、行ってないかもしれないってことですね。散歩行こう。散歩ですか。お散歩動画。ああ、買い出しの多少は、ね、街並みを散歩動画。そう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 、わかりました、ね、でもカメラちょっと。カメラマンいるじゃん、こう。私よければ撮りましょうか。いや、いいんですか。寝てて。ですか。どうも。結構重たいですよ。ちょっと森山です。カメラマンやります。お願いします。慣れてる。じゃあこの3人でお散歩に行きましょうか。行きましょう。はい、で行ってきます。ちゃんと連れて行きます。行ってきます。行ってきます。梅雨だしな。そう、あ、でも今日比較的うるせえなあれ。皆さん今お店の忙しいからね。そうですね、オープン前ですよ。ありがとうございます。時間取っていただいて、いいお散歩動画が。お前転職したらマネージャーに雇ってもらえますか。車に行かないで。車にいい感じ、いい感じ。あ、お疲れ様です。高校です。すげえ、何やってるんですか。今日 YouTube で。そうなんですよ。ユーチューバーなの。あ、どうも。はじめまして、トコティー。なんかこの業界のためにちょっと来ないか。面白いかなと思って。もうユーチューバーが。ちょっと俺のこと大好きで。相変わらずやね。あんまり。そうです、車が。お前引かれるなよ。うん。大丈夫。で、なんかこの間、うん、こいつが寿司握りたいって言ってて。え？いいよ、いいよ。本当にいいですか。あ、そうなんですね。で、そのなんか握ったやつを僕に食べさせたいってもすごいうるさくて。ちょうどいいなと。ちょうどいいなと。両安の大将です。小山さんです。小山です。はい、よろしくお願いします。じゃあ後日打ち合わせ行かせますんで。了解です。よろしくお願いします。頑張ってください。じゃあ小麦買いに行ってきます。はい、そのままです。買い物に行ってください。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったね。やれる。ありがとうございます。
改めて人気になってます。ぜひ、いやいやいや、この業界を好きになってくれたらなじゃあ、これが生地になるんですよね。生地です。になるには、これを全部入れて混ぜたら、一生懸命混ぜて、発酵させて、発酵、いよいよ明日、いよいよ明日、はい、はい、頑張ります。って入れてやるんですか。分かりました。ちょっとあれでやるか、ごめんなとかでやる。あ、なんか、あ、何でもやります。手は出ました。持ってくる、手洗った。はい。あ、なんか、この茶色いのだけすごいです。これがイースト。あ、イースト、ね、発酵させる、よく聞くやつね。はい、これこっちで。あ、端っこに入れた方がいいですか。うん、そうそう、分かりました。じゃあ、置いておきます。重いね、いいです、あと、はい、イーストのところに、イースト、一緒に合わせる感じで、うん、砂糖が、なんて言えばいいかな、簡単に言うと、ユネティ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 イーストの餌みたいな。あ、そうなんですね。そうそう、取れる。これはお塩で、塩は発酵させにくくなっちゃうから、反対に入れます。あ、へぇ、まあ、どうせ混ざるけどね。最初はちょっと話して、最初ね、そうそう、ちょっとオリーブオイルを混ぜて。お、はい、これ、真ん中に酢きます。酢いいね。こんな感じ。小さじ1で、これも指で入れます。あ、もういい。そしたら、はい、ウィーって入れて、はい、全部入れていいですか。うん、よ、おー、はい、いきました。真ん中から、はい、外側を巻き込む感じです。わかりました。はい、真ん中から、はい、あ、結構硬めなんですね。お菓子作りみたい。だいぶ ねちょねちょな感じですね。粘りがすごい。でもね、そんなに加水率ないから、なんていうのかな、はい、意外と水分量少なめだと思う。そうなんです。これすごいですね、結構。すごい、うん、なんか、屋根を感じます。あ、屋根を感じます。大丈夫、防ぐ。防ぐ。そろそろ周りを入れながら、はい、先にね、ここでひと、納豆をねちょねちょ混ぜとく感じですか。ひと塊していく感じ。わかりました。トトってさ、はい、初めて会う人とか、はい、なんて言ってんの、トトですっての急に聞きましたね、びっくりした。ふと思ってさ、小麦粉屋さんに行ってさ、はい、どうもトトです言ってたじゃん。はい、言ってましたね。だからどこに行ってもトトって言ってんのかな。俺と会った時もトトですって言ってた。でした、でした。ほんと？え？消えちゃったね。じゃあ何、こう企業の人とかと会う時は一応 本名でお話ししたりして、基本的によっぽどの関係にならない限りは本名は言わないです。あ、じゃあ相手が企業で、はい、例えばコスプレイヤーとして活躍する時も、はい、トトですみたいな。仕事が決まって、うん、例えばその契約書になるともちろんそんなトトじゃ取らないからですね。そね、その真面目な話まで行った人に渡してるんですけど。あ、じゃあ最初はトトで終わるんだ。終わります。そうね、市役所でトトですって言うとおかしい。あと飛行機取っていただくときとかは名前じゃダメだからですね。でも多分圧倒的にトトって呼ばれてる方が多いです。そうだよね、もうずっとトトって言ってるから本名忘れちゃったもんね。あとは、はい、この中でまずしっかりこねる。テレですか、うん、ついに。でこねるときは、そうそう、なんか今こうやってちょっと分かります。指先をあまり使わずにこねる感じ、はい、分かりました。はい、押し付ける感じ。そうそう、最初はまとめる感じ。手あったかいですけど大丈夫。あったかい。あ、おー、うん、お菓子作り、うん、さっきからお菓子お菓子って言ってお菓子作ったりするの。します、します。何作ったの。マフィンとか。マフィン、チーズケーキとかも結構作ります。はい、でもチーズケーキにはならないです。力が弱いのか。ね、弱いですか。ここに持って、はい、こっちに押す感じ。こう、あ、もっと思いっきりがいいですか。わ、うんうん、かりました。さあさあさあ、え、いいね。で、空気を入れていく感じで。空気を入れていく。そうそう、力強くね。空気、よし、空気、接触してる時間は実は極力短い方がいいって言えばいいかな。素早く生地から、そう、いいね。大変。そもそもパン生地はこんな感じなんですか。パン生地はもっと緩い。あ、そうなんですね。そうそう、加水率って言うんだけど、お水の量が多くて、ここまで説明したらいいんだろうな。なんかマフィンとかってべちょべちょですよね。べちょべちょだね。もう寝ることないでし
そうでした。チーズケーキ練ったんじゃない。コトの質問についていけないんだよな。まあまあまあ FF のあれだけど、まあそういうとこから美味しいピザ作ろうみたいなさ、うん、で大将のとこ行ってさ、美味しい、これ言っていいの？何ですか？寿司握る。本当に行くんですか？私行く。大将多分準備してる。そうです。釣り行ってるよ。もうそれ早く行ったら研究ないじゃない。そうね。よし、これぐらい行ったらこっち出すとか、はい、お、あ、作業だよ。じゃあドンとして、あ、こんなとこいいんですか？うん、大丈夫。これは、はい、見えるかな、まだ生地がすごく粗くて、なんかボソボソしてますね。ね、これがしっかりズルンとなるまでこねます、はい、なるんですか？で、うん、そう、グルテンって言うんだけど、はい、何ですかって聞かないでも、しっかりこっちで押さえて伸ばす、はい、とにかく伸ばして、はい、折る、はい、伸ばす、これちょっとやってみる、意外と大変。わかりました。あ、いいね。オッケーですか？しっかりね。小麦ってすごいよね。小麦、どうなの？お菓子できるし。そうですね。パンできるでしょ、うん、まあ、ピザだったりさ。何ができないの？うどんできるし、お茶漬けとか。米ができないんですよ、ね。そうね。パンでもしようか。あ、一緒にしてくれます？生地がね。はい。ここ、すごい。ありがとうございます。よく見て。よく見て。そうそう、伸ばして、しっかり伸ばして。大丈夫です、息はある。え、大丈夫です。ちょっと、あの、さすがに、あの、どう考えても、もう無理なのかもしれないんですけど。そうです。あ、なんか飛んでった。野菜切りよりかは、なんかこう、追いついてやりたいなって。うんうん。願望です。いい心構えじゃないですか。で、硬くなってくるから、はい、やったら少し丸くして、さっきはほら、ツルツルの。確かになんか。だから両手のこっち。くっつかなくなってきました。そうそうそう、すごいなってきたら、はい、ここでこうしっかりこねる感じ、あんまりね外に出さない感じでコロコロコロってする感じです。そうそう、だけどしっかりこねる、はい、これ楽しい。これを V の字で、 V の字、そう、はい、で、じゃあこの辺からまとめようか。はい、おー、喝采。こね心地がいいですね、これは。なんか楽しいです。例えると何？何だろう、足っていう。今度ね、あ、わかりました。いや、今度ね、空気をこれやり方で、ね、人それだけ、うん、人それぞれだけど、うん、俺は結構ね、こう取り込む感じなんですよ。そうそうそう、もっと量が多いと、なんかね、こう、ぐちぐちしながら入れていくんだけど、今日量が少ないから、なんていうの多いけどね、パパの人だから。あれ、なんかだんだん弾力がすごくて、そうそう、あれがいい感じです。すごいですね、なんかクッションだ。これ20キロぐらいじゃないだろうな、体重かけても2倍くらいはあります。跳ね返る。すごい、あ、そう、残ってるね。これ、この手で触ってもいいですか？置いていい、同じ生地。あ、そうですよね。そうそう、トゥルトゥルになりました。そうそうそう、あ、はい、すごいね、ちゃんとやってるね。ちゃんとやれてますか？やってる、やってる、頑張ってる。もうちょっとかな、頑張って。はい、感じ、ツルツルになってきたね、生地が。なります、なったんですけど、うん、シェフからお渡しして取ってきたら、生地がツルツルになってるんですけど、なかなか私の皿がツルツルみたいな。ツルツル。アンパンマンとか、じゃあ、ムーデさん、こんな感じなんですかね。素でそういう質問出るってすごいよな。なんか今面白いよな。誰がこんな、これをこういうのいつもやってんだろうと思ったら、ちゃんと出てきちゃう。ああ、ジャムおじさんが。愛情こもってるよなと思いました。そうだよね、大変だよね。でも料理、かろうじてした時に思うのって、あったかい
うちに食べてもらえないのが一番しんどいから。あ、そうね、うん、でも足りないよりいいかなと思う、これは。あ、そうなんですか。お腹いっぱいで入らない方が安心かも。え、それが解かれてるんですか。うん、まあ、そうしょうがない。なんか足りないねってなると寂しくない？お腹いっぱいの方が幸せじゃない？どっちか。あ、確かに。なんかでもまた今度作ってあげるねになるかなって思っちゃいます。あ、限定の相手がいてってこと。ちょっと誰のために作るんですか、ピーター。これは FF 好きな私とみんなの。みんな食べれると。みんなを試してください。でもこれはすごい気になってたんで、だから言ったのね。はい、電話すごいかけてきてたよね。そんなに食べてみたかった、作ってみたかった。作ってみたかったのと、シェフだったら再現してくださいそうっていう。それが多分私一人でやらなきゃいけなかったら諦めて。でも何度か知っててよかったよね、一個はね。あ、そうです ね、 ね、はい、いい感じですか。いい感じだね。最後、こういい感じ。これね、俺のやり方ね、はい、なので、いろいろあると思います、はい、ピザ生地は空気とにかくいっぱい入ったら、うん、これは美味しい。ピザ食べるときにさ、空気膨れてて、膨れてる部分がパリパリになっててさ、はい、でも下のとこもちもちして美味しいじゃん、うん、それをね、いっぱいあるものを再現しようかな、うん、あ、したらオリーブオイル切ったところに入って、はいはい、ちょび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 すごい。少しコーティングしたいと、うん、発酵したらこんくらい大きくなっちゃうから、え、はい、取りやすくね。これを、うん、冷蔵庫でゆっくり夜は寝かせて、はい、発酵させて、はい、明日パンチングって言ってガス抜きして、はい、サイズ丸めてもう一回二次発酵して組み立てる、はい、です。こんな感じです。ちょっとボールをして、めっちゃいい匂いがする。じゃあいよいよ次は本番ってことですかね。本番ってやつは本番だけど、完成まで行こうか。はい、ついに。そう、すごい。あー、もう大変でした。大変でした。次誰か面倒見てください。いやいやいや、よく頑張ったと思う。どうぞ知ってる。はい。ありがとうございます。ちょっと照れました。ありがとうございます。また次お会いしましょう。バイバイ。